久保さんリターンズ終わりますねやってみないとわからないが全てじゃないですかね <laughs> やってみないとわからないが全てで締めましょうかなんかあなたは未来を予測できる能力を持ってるんですか 久保さんね、昨日僕は R34 の売る動画撮ってたんですけどあのその前に洗車したんですよねで洗車場のその,あの機械のねあの2台ぐらいこうあの、まま、マチだったんですよで昨日はクソ熱かったんですよねで冷房つけてたんですよだけど僕の車あの暑い日に アイドリングしてると徐々に水温が上が,り上がってきてエアコンがクーラーが暖房になるっていうね <laughs> そうどうすかねクソ暑い中暖房って <laughs> あのねだからあのサウナなんですよ <laughs> あの機械ってこと <laughs> あ,ーあのー まあ何が言いたいかっていうと、まあ、やっぱみんなプラス見たいんですよね。だからまあ、あの R34 に乗れていいなとか、まあ、いろいろあるんですよ。多分。まあ多分いろいろみんなはそう思うんですよ。でもマイナスもあるよと。でもそのマイナスっていうのは乗ってみないと分かんないし。うん そうまあ、あとはね、そうまあ、ブログにも書いたんですけど、やっぱ相当盗難リスクですねあの。あまりにも僕は、なんだ、自分がかっこいいと思ってればよかったし、自分の愛車だったし、他人は関係なかったんですよ、ただし、他人が関係あるようになっちゃったんですよね、あれは。だから全国回って 駐車場に止め、そこら辺の駐車場に止めて、盗難リスクが非常に高まってきたと。うん、だから自分の許容範囲を超えてきたなっていうところがあって、まあ毎回ね、不安に駆られるあ,あるかなとかね。だから、なんかもうあんまり回れなくなったっていうかね、怖いですよねだから。この前その熟成さんとも対談したんですけど、 あのー、2500万去年上げたんですよ、売り上げ。だけど、これって私の力で本当に上げられたのかっていう、今度、不安があの襲ってきて、うんまあ、本当はラッキーパンチだったんじゃないかとかね。そう。まあ、キットに関しても、もう今回ね、車検が150ぐらいですか。3、4か月の乗れないっていうか、まあ、あの家にないとかね。か、まあ、ら プラススとマイナスは同居してるんで,すよであのー、でもそれってやってみないと分かんないし所有してみないと分かんないしその人にしか分かんないですよだから答えっていうのはその人がやったかやってないかそしてやった時にまあ所有した時に一発当てた時に感じるもの実際の裏側ですよね うん。そう。だからまあ、みんなやらない、やらないけど、ああだこうだ言うんですよね。うん。なんかね、お客さんからメッセージ来てて、まあ昨日商品売ってたんですよ、最後ね。そう。で、それでなんか、今回は見送りますっていうメールだったんですけど、まあその380円の商品はこう買ってたんですよ。で、その、 その商品でその三流メンタルでかつ1%の必勝法みたいなね、商品の中で僕がその自分の中の絶対はあったはいいよみたいななんか話をしてたんですけどうん、まあこの書いてあるのがえ今回本気で始めないでいつやるのかと自分でも自問自答していました しかし、自分の絶対値はあまりにも低いと感じています。三流以下、メンタル以前の問題で恥ずかしいですが、やはり一歩が重苦しいです。自分との向き合いや自問自答がまだ足りないのかもしれません。ということで、今回は見送りますみたいな書いてあるんですけどうんどどうし。どうしたいのっていうところなんですよね。でも、どうしたいのは、 自問自答しなくてもこうしたいとかああしたいとかあると思うんですよ。うん。まあ、久保さんもね、ネオヒルズ見てあ、あんな生活できたらいいな、こうしたいなって思ったと思うんですよ。シンプルに <laughs>。ね、言ってたと思いますけど。で、本当にそうしたいのかっていうね。じゃあお、そう思います。まあ、人っていろんな人から影響を受けたりとかね、いろんな見てこうなるんですけど、 本当にそうしたいのかただそれだけじゃないですか。うん。だ思いの強さというか、絶対それを叶えたいのか、そうではないのかっていうのは、うん、どうなんですかね。うん。何かがないとそれはできないのかな まあ僕はそのたまにそのたまにというかよく出すんですけどワンピースのルフィのルフィっていうねあの俺は海賊王になるんだみたいなね別にねあの本当になれるかどうかわからないけども海賊王になるんだうんっつってなんか旅に出るわけなんですけど <laughs> それってどうなんすかねだって なん何かがないとそう思えないのかなシンプルにこうなりたいこういきたいだけじゃないですかじゃあそれに対してじゃあどういう手段があるのかを探してやるだけじゃないですかだけど手段を探すと本当にできるのかなみたいなね <laughs> だからやってみないと分かんないじゃないですか うん、食ってみないと分かんないとい、もうそれもそうなんですけど、食わずしてその味が分かるのかと。うん、だからまあ、この前、その沖縄からあやさん来てもらいましたけど、あやさんと昔話してる時に、ら、なんか、もんじゃ焼きっすかもんじゃ焼き一緒に食ってたんですけど、吉谷さん、あの、ラーメンの味何好きっすかと。そうっすね。僕どちらかというと味噌ラーメンですね。と。であやさんが言ったのが、 その味噌ラーメンって、多分、それの答えが出てきたのって、塩ラーメンも食べてみたし、豚骨ラーメンも食べてみたし、醤油ラーメンも食べてみたし、塩ラーメンも食べてみて、で、で、味噌になったんですよね、と。うん、そうですね、みたいなね。結局食ってみないと分かんないですよね、みたいな。みんなは食わずして、その味が分かるのかと。でも食わずく、食わないのに、 わか、なんか分かった気になってるっていうね <laughs>。いや、食わんと分からんやろ、みたいな <laughs>。やってみんと分か,ら分からんやろって思うんですよね。で、少なくても、麻雀店のね、もうさえないね、借金まみれの40からネットビジネス始めてた人がやってみて、うまくいってるわけじゃないですか。で僕も、この再生数でね、鹿児島で一人でやって、まあ、ね、借金返せたし、うん、僕と久保さんは僕、まあ、 あの僕はね、言い続けたいんですよ。やればできるよっていう。うん。もちろん、合う合わないはあるかもしれないけど、その合う合わないですら、やってみないと分かんないし、でも、合う合わないとかのレベルで、なんか人生決め,決めちゃうのっていう。うん。そう。果たしてそれが本当に、なんだろうな。 なんか無理なことももちろんあるでしょう。無理なこともあるんだけども、うん、無理なこともあるんだけども、果たしてそれは本当に無理なのかっていう。例えば、ね、目の前の人の悩みを聞いて、そこに対して、 答えるっていうのは無理なのかと。うん。どうなんですかね。なんか、久保さん、なんか、久保さんのチャンネルで、なんか、なんか蕎麦食ってましたよね、蕎麦。なんかね。<laughs> じゃ蕎麦食ってるところを回すことは無理なのか、みたいなね。<laughs> なんか蕎麦食ってましたよね、ひたすら。<laughs> おなんか蕎麦食ってんな、みたいな。 え、それは無理なのかそば食ってる、蕎麦食って、ラーメン食ってるとかね、まあ僕もいっぱい動画ありますけど、<laughs> え、それは無理なのかみたいなね。<laughs> でもこんな話するとね、え、そんな動画アップして何になるんですかとか、そんな動画をアップして稼げるんですかと。で、僕は久保さんも僕もそうですけど、いろんな動画アップしてきて思うことは、アップし、そういう動画をアップしたからこそ、あ、こんな動画でも売れるんだ、みたいなね。 なんか久保さんパン食っててねな,なんかななんか食っててねそっか食入るみたい <laughs> やってみないと分かんないですよねこれは本当に何があるかうんだかみんな本当になんかやる前に分かったような分かってはいないんだけどもうんなんかなんかなんでしょうね こうなりたい。だからやる。こんな生活を送りたい。だからやる。<laughs> これが欲しいから、う,ん,うん、行ってみるとかね。あそこの、あそこに行き、沖縄に行きたいから行ってみるとかね。<laughs> それでいいと思うんですよね。うん、そう。まあ、それ以外いらないと思うんですよ。 なんかア、アリ、アリさんなんかね。まあ、虫、虫がやっぱりすごいですよね。あの、アリさん、まあ、アリさん見てて、ひたすらね、石をね、運び続けてるわけですよ。なぜ、アリは石を運ぶのか、巣を作るからだっていうね。ね、久保さん。巣を作りたいから、石を運ぶっていうね。 うん、なぜ巣を作るのか生きるためであるとう <laughs> もう究極シンプルなんですけどねまあみんなそのシンプルに動けないっていうやっちゃえばいいじゃんと思うんですけど、うん、時間はないですからねそう今日誕生日ですからねちょうど誕生日の日にあれですね久保さんリターンズありますね 次、マトリックスですから、もうちょっと2本立てで送りますんで、まあ、なんかまとめていただいて返してもらえばいいと思うんですけど。いやー、あっちゅう間に終わりましたね、リターンズも。なんだかんだ言って、また、そう、僕の誕生日から、マトリックスが、<laughs> マトリックスサスタートすマトリックス何話そうかなちょっと1話目考えておきます。 これはまあリターンズの最終話であり、マトリックスの最初の話でもありたいですけど、ちょっとなんか深掘りした話しますよ。<laughs> はい。とりあえず、あのー、リターンズは、あのー、これで終わろうかなと思います。いってらっしゃい。